今回の動画はドライバーを飛ばすためのゴルフの教科書のような動画になっております。ですので非常に内容が長くそして深くなっております。単純に練習だけを見て真似してやってみたいという方は動画を飛ばしていただいて動画の途中からぜひご覧ください。ただその内容も冒頭の内容をしっかりご理解いただくことでより習得が早くなります。やはりご理解していただいた上でやっていただくのが絶対に効率がいいですからね。なのでこの動画を何回も何回もご覧いただいて深い知識とともにゴルフスイングを習得していきましょう。ぜひ曲がらなくて遠くに飛ぶドライバーショット手に入れてみてください。それではドライバーショットをしっかり飛ばして曲げないためのコツというのが3つあります。1つ目が芯で捉える、2つ目がヘッドを走らせる、3つ目がインパクトの質。この3つが非常に重要なんですね。この3つのそれぞれのポイントについてこれからお話ししていきます。芯で捉えるための大事なポイントが3つあります。1つ目がグリップを長く持ちすぎないということ。基本的には指2本分ぐらい余らせて持ってるのが基本の握りだと考えてほしいです。多くの方がこのグリップエンドまでしっかり長く持ってしまっている、そのせいでスイングした時にどうしてもクラブを長く感じたり重たく感じたりするために振った時に振り遅れたり単純に操作性が悪くなってしまうので、どうしてもうまくクラブを扱うことができずに芯を外してしまう、こういったことが考えられるんですね。2本分ぐらい余裕を持って握ることでしっかりと操作性も上がってきます。変に重たく感じることもなく振り遅れもしなくていいスイングになりやすいんですね。なのでまずは指2本分余らすぐらいをあなたの基本と考えてグリップしていただきたいです。2つ目のポイントはグリップを引いて引く、これが重要になってきます。物理的な話でクラブは引いて引いてというふうに動かした方が振り子の運動にもなりますし、押そうとしてもクラブって動かないんですね。他の例えをしますと、筆で文字を書くときも押して使うことはしないです。引いて字を書きます。またコンパスなんかも押して円を書くんじゃなくて引いて使います。引いて使う方がクラブヘッドの動きが安定するんですね。なのでグリップは引いて使うことをしっかりと知ってほしいです。そして芯で捉えるための3つ目のポイントというのはグリップを直線的に動かすということが非常に重要になってきます。多くの人がゴルフを勉強している中で特に最近 YouTube なんかを見て学ぼうとしている時に耳回りなんていう言葉で勉強している方も多いと思うんですが、今私がやったような動きで手を回しすぎて悪くなってしまっている方が多いんですね。手を回してしまうとただただ不安定になります。ヘッドは右回りだけど手元は直線的に動くような動き、これが理想の動きなんですね。なのでグリップは直線的に動かしていくようにします。またこれは少し補足になるんですが、芯で捉えていなくてはいけない理由の一つに、芯に当たらないと打ち出される方向や球筋に大きな影響が出てきます。芯に当たればもちろんまっすぐ飛んでいきます。これが先っぽ側に当たると
当たった瞬間にフェースが開き右に飛んでいきます。ヒール側に当たると当たった瞬間にフェースが左を向き左に飛んでいきます。この打ち出し方向が変わってしまいます。またこれは当然ですが芯を外したら飛距離も落ちてしまいます。ですので芯でしっかりボールを捉える、これは飛ばすためにもまっすぐ打つためにも非常に重要になってきますので、芯で捉えること、ここに強いこだわりを持っていただきたいです。2つ目のコツ、ヘッドを走らせる、ここについてのポイントを3つまたお話ししていきます。1つ目はクラブヘッドをプレイヤーから見て右に回していく動き、これがクラブの設計上クラブが勝手にくるっと早く動く作りになっています。またこの右回りができていると切り返しの時にクラブフェースが開いていく動きになるのですが、この開く動きが勝手にまっすぐに戻る動きになっています。なのでクラブヘッドを右に回していく動き、これが非常に重要です。これがもし逆の回り方をしてしまっているとどうなるのか、クラブがいい意味で勝手に加速することはないので自分の力で持っていこうとする、結果的にそうするとここでヘッドが左に自分から見て回ってしまう方はご覧の通りフェースがかぶってくる動きになるので左にしか行かないんです。ですのでこの動きを直そうとしてクラブの動きを止めてこのようにインサイドからわざわざ自分で持ち上げなきゃいけなくなるんです。そうするとまずクラブの加速を自分で一度止めなくてはいけない、また手元が浮き上がるのでクラブヘッドにボールが当たった瞬間当たり負けというか力負けというかエネルギーをちゃんと伝えることもできなくなるんで、まず飛ばないですし手元が上がると体も上がるので起き上がりの動きにもなります。もちろんこのように手元を上に上げるとクラブヘッドがかなり下に向かって動いていくのでドライバーでもダフってしまうという動きになったりするんですね。なので今言った起き上がりや引っ掛け、ダフり、飛ばない、こういった悪い動きがある方、クラブヘッドを右回りではなくて左回りに使っている可能性が考えられます。また左回りの人はクラブヘッドが上から下に動こうとします。この結果何が起こりやすいかというと天ぷらというミスなんですね。天ぷらが起こる方も左回りの可能性が十分に考えられますのでクラブヘッドの動き方、ここにも注目をしてほしいです。2つ目のポイントはシャフトのしならせ方を覚えてほしいです。シャフトは3回しならせます。まずは動き出しの時にここで1回目のしなり、切り返しで2回目のしなり、そして3回目はインパクトのしなり戻り、この1、2、3、3回なんですね。一番大きなしなりというのは切り返し時にしなった時になっています。この3回のしなり、私がレッスンをやってても分かりづらいんだけどっていう方は結構いらっしゃいます。そういった方にはこういう練習器具を使っていくと分かりやすいよというのをご紹介します。こういう柔らかい練習器具、これですね。まず1回目はこの始動の時です。バックスイングを上げようとして動き出した時に軽くしなります。ここから
上に上がって切り返すときに反対方向へ、そして切り返しからインパクトに向かうときにしなったシャフトが反対方向へしなり戻る。この動きをスイングでやっていくと、しなってしなって戻る、しなってしなって戻る、しなってしなって戻る、こういうしなり方をしてるんです。ただシャフトって女性用のシャフトだとしてもある程度の硬さはあります。これぐらい柔らかいとそのしなりっていうのはわかるんですが、どれだけ硬くても基本的にはしなるようには設計されています。もしあなたがしなりを感じないという場合でしたら、今お使いのクラブよりも柔らかいクラブで練習するのも一つポイントかなと思います。このしならせ方、グリップを引っ張るようにしてしならせているのが理想的なのですが、多くのプレイヤーの方が先端を動かそうとします。先端を動かそうとするとしなり方が変わってしまいます。先端から上げて先端から戻そうとすると戻すタイミングなんかも早くなってしまい、これが多くの人がやっているアーリーリリースだったりするんですね。アーリーリリースになるとダフリトップシャンク、フックスライス、すべてのミスが考えられてしまいます。また先ほどお話しさせていただいた右回りではなく左回りになってしまうと、またこれもしならせ方が変わってきてしまいます。なのでしっかりと右回りでしなるようにしていきたいです。3つ目のポイント、クラブヘッドを走らせるためにグリップはテコのように操作する、これが非常に重要となってます。多くの人がやってしまっているのがテコのように使うのではなくて、一本の棒を大きく長く振ろうとするということをやってます。こうしてしまうとクラブヘッドから腕が一本の線のようになってしまって、クラブは大きく振れてるのですが速くは動いていかないんですね。また手元の位置が大きく動くので不安定にもなりやすいです。そうではなくてテコのように使う、右手と左手の間のあたりを支点としてクラブを動かすようにしてあげるとクラブのスピードが上がってきやすいです。また多くの人がやってしまっている悪い動きとして、この間を動かそうとした時に正しく動かすとこのような動きになるのですが、シャフトを回転させすぎてしまう、こういう動きをしてしまいます。大事なのはこの視点、この向きを変えずにテコの原理で動かす感じ、これが重要なのですが、この視点の向きまでシャフトごとこうやって回転させてしまうとフェースの面が変わりすぎてしまうので曲がる原因にもなります。曲がるとまっすぐ飛ばしたい思いから思いっきり振れなくなるので、もちろん速くは振れなくなる、飛距離も落ちるということになりますよね。今の見せ方を少し変えてみると、このようにクラブを腰の高さで持っていただいて動かした時に、このようにクラブヘッドが頭が上を向いた状態で動いている、これができているとシャフトを回転させずにテコの原理でクラブを速く振る、いい動きができているよということになります。これがシャフトを回転させる方はこのように動いてしまうので手元の動きも大きくなりますし、クラブヘッドが上を向いたり下を向いたりいろんな動きをしてしまいます。なので不安定になるし効率も悪くなるし曲がるし悪い動きがたくさん入ってくるんですね。ただこのいい動きをしようとした時に、実際私もレッスンの時にいやこの動きどうやったらできるのなんて相談をされることがあるんですが、あなたの握り方、グリップですよね、
これが適切でないと、この動きを頑張ろうとしててもシャフトを回転させてしまう悪い動きにつながったりします。ですのでこういった時は思い切って握り方を変えていきます。例えば今ウィークで握っている方がこの動きをしようとした時にやりづらいと感じるのであれば、思い切ってスクエア、ストロングというふうに変えていただいてやっていただいたり、その逆の可能性も考えられます。また私の過去の動画でも言っている、左手がストロング、右手がスクエアのバタフライグリップという握りをトライしていただいても面白いかと思います。何が重要か、このクラブの使い方ができることが重要なんです。ぜひここを覚えておいてほしいです。ドライバーを飛ばして曲がらなくするための3つ目のコツがインパクトの質になります。インパクトの質を高めてボールを遠くに飛ばすための、まず1つ目のコツがクラブヘッドをアッパーで当てることなんです。ここで気をつけていただきたいのが、アッパーで当てたいからアッパーに振ってるわけではないということなんですね。ここも多くの方が勘違いをしてしまってるんですが、ドライバーでも基本的には切り返しからダウンスイング軌道で入っていきます。ただこれがボールの位置が左にあるために、ダウンスイングで降りてきたクラブは最下点というのをだいたいこの辺で迎えます。最下点を過ぎたらクラブは上に上がろうとしてきます。その時に当たるので、結果アッパー軌道になっているっていうのが重要なんですね。なので上手な人はアイアンでもドライバーでも基本的にスイングを変えているわけではないんです。ボールの位置を変化させてダウンで当たっているのか、左にあって最下点を過ぎてアッパーで当たってきているのかの違いだけなんですね。ここをしっかりとご理解いただくことで、ゴルフスイングっていうのがどん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 一つになってくるのですが、どうしても今日はドライバーはいいけどアイアンが悪いなとか、アイアンは調子いいけどドライバーが悪いな、こんな経験をしている方たくさんいらっしゃると思うんですけど、それはまだまだイメージがちょっと違うだけだと私は思っているんですね。ぜひ今の話をしっかりとあなたのゴルフ理論として頭に入れていただきたいと思います。なのでドライバーはアッパーで当てていく、これが重要になります。次にインパクトの質を高めるためのポイントとして、当たり負けをしないということが重要になってきます。当たり負けとは、インパクトしたその直後にフェースが押し戻されて開くような動き、これを当たり負けというふうに言っています。当たり負けしないで飛ばせる時っていうのは、インパクトしてもフェースが押し戻されず、このままボールをフェースが押していき、ボールが離れていく、これがいい動き、当たり負けしてないよということなんですね。また当たり負けのケースにはこういったパターンもあります。インパクトしたら先ほどはフェースが押し戻されて開いていく動きでしたが、インパクトした直後にフェースがやや上を向いた形ですね。これも当たり負けになっています。理想的なのはインパクトした直後にこのフェースの向きが変わらずクラブヘッドで押していく、インパクトした直後にロフトが変わらずボールを押していく、これが理想的な動きとなっています。この当たり負けをさせないために何が重要か、やはりそれはクラブヘッドの右回りの動きが重要になってきます。右回りさせていく動きで下ろしてくると、クラブヘッドというのはインパクト直前にやや開いて降りてくる形、ここからこのように
開いた状態からスクエアに戻る、この瞬間に当たっていきます。こうすると当たり負けしない動きになっていきます。これが先ほどお話ししたクラブヘッドの左回りになってくるとフェースがかぶって当たるので左、これを嫌がるとかぶって入ってきたものを開いて調整しようとする動きになるので、このかぶったものを開いていく動きというのが当たり負けの動きと同じですよね。なので左回りは飛ばない動きなんだよということになってきます。しっかりと右回りで開いたものが閉じるようにインパクトしていきたいです。シャフトを回転させないとなぜいいか、この冷気を使って説明をしていきます。というのが、この冷気をしっかり強く布団叩きのようなイメージでバチンと打っていこうとすると、このように回転させずにテコの原理を使ってバチンと叩いていった方が早くも動かせるし、力が出るイメージって分かりやすいんです。これをあえて回して使おうとするとスピードも出ないし、この切り返す時にすごく重たく感じるし、全然効率よくないのが分かるんですね。こうやって動かしてる方が楽だし、ここに布団があるとか何かを引っ張ったこうとした時にしっかり力が伝えられる、そういったイメージがきます。それがゴルフクラブを持った時も一緒で、回して使おうとするとクラブフェースが開いて閉じる動きをしてしまうので、インパクトの瞬間っていうのはすごく難しく感じます。またシャフトを回転させてるだけなんで、クラブ自体のスピードが上がってる感じも全くしません。このクラブを先ほどのようにテコの原理を使いながら振ってあげると早くも動くし、フェースの動きも安定しやすくなります。この動きを大きくしていくと、この切り返し時にクラブヘッドの重みでクラブヘッドが下がり、少しフェースが開いた状態になります。このクラブをインパクトの位置に戻そうとした時にバチン、クラブヘッドを起こすように使ってあげると球も捕まるし、当たり負けしなくなります。またこういう方は本当に注意してほしいんですけれども、構えた時にフェースをかぶせて構える癖がある人、こういった人がまっすぐ飛ばそうとするとインパクトの瞬間には開いて当てなくてはいけません。ということは、今当たり負けのお話をしてきましたが、かぶってるものが開く、当たり負けの動きをしているということなので、構えの時点からかぶせる人はいいスイングが身につきにくい、そういうふうに考えてほしいです。開くぐらいの方が当たり負けのしないスイングになりやすいということを覚えておいてください。3つ目のポイントとして、これは一つ目安になるんですが、インパクトの質が高まるとヘッドスピードかける6の飛距離は出るということを覚えておいてほしいです。どういうことかと言いますと、もしあなたのヘッドスピードが42はあるよということでしたら、42×6 ということで252ヤードは飛ぶということなんですね。もしあなたがヘッドスピードは42があるなのに、だいたい220しか行ってないよっていうことであれば、もう32ヤード飛ばせる可能性があるということなんですね。これがあなたの伸びしろなんです。またもしあなたがヘッドスピード35あるのであれば、35×6 の飛距離が出るはずですので、210ヤードは本来飛ぶはずなんです。それがもし190しか飛んでいないのであれば、もう20ヤードは飛ばせるはずなんですね。なのでレッスンの時も
よくいろんな方にヘッドスピード40ないからということで200ヤード飛ばなくて当然だよねなんていうふうに言われるんですが、まだまだ飛距離は出ますよというふうにお伝えさせてもらってます。この基準を一つ覚えておいてほしいです。また練習場ではボールの新しいとか古いによって多少変化はありますが、だいたいヘッドスピード ×5.4 ぐらいの距離しか出ないようになっております。なのでもし練習場のボールで飛距離の確認をしたい場合はヘッドスピード ×5.4 をやってみてください。今スマホで電卓の機能も入っていますからね、簡単に計算はいつもできるかと思います。チャンネル登録お願いします。というところでお話が長くなりましたが、3つのコツについて詳しく解説をさせていただきました。ここからいよいよ練習方法に入っていきます。この練習をきっちりと自分がやれてるかどうか自己分析できることが非常に重要です。私のおすすめは自分でこのように三脚を立てて撮影しながらセルフチェックを行う、これが一番かなと思っています。なんとなくでやってる方はなんとなくの結果しか手に入らないことがやはり多いです。チェックする基準っていうのもお伝えしていきますので、ぜひこの練習方法を細かくシビアにやっていきましょう。まずスイングの幅なんですが、3クォーターでスイングを行っていきます。この3クォーターでスイングを行うメリットとしては、やはり自分が思いっきり振ってないので自分のスイングがどういったことをしているかっていうのが分かりやすい、客観的に感じやすいということなんですね。また3クォーターで振っているからこそ安定したスイングも身につきやすいっていうのもあります。これから多くのチェックポイントについてお話ししていきますので、ぜひ3クォーターでまずチェックをするようにしてください。まず一つ目のチェックポイント、通常よりは短く持つ。通常というのが指2本分ぐらい余して持つのが通常だよという話でしたので、ここでは4本分ぐらい、大体で構いません。人によって指の細さ太さ変わってきます。なので4本ぐらいを目安に短く持っていきます。飛ばすための練習ということをお話ししているのに、なぜ短く持つのか、ここではインパクトの質を高めるため、安定性を高めるために短く持っていただきます。この短く持った状態でしっかりとインパクトの質を高め安定性を上げることができて、初めて少しずつ長く持つと飛距離アップにもつながってくるのですが、このインパクトの質が高まっていない、安定性が高まっていない状態なのに長く持ってもただただ不安定になるだけで正しい効果が得られないからなんですね。なのでしっかりと短く持ってください。2つ目のポイントは軸テストを行ってください。軸テストって何っていうことなんですが、あなた自身の体がどういったところで振ったら振りやすいのかということを知っていただきたいんです。これを知らないのに頑張って練習してても、実はあなたにとって振りづらい場所で振っていたってことになっちゃうと、いい効果成果は得られなくなりますので、軸テストを行っていきます。軸テストのやり方について説明をしていきます。これは素振りで判断をしていきます。まず両足を揃えてください。両足をぴったりくっつけるぐらいで構いません。そうしましたら、このボールがないティーに向かって素振りをやっていきます。少し膝は柔らかく使っていただいて構いません。ただ大事なのはしっかりと振っていただくことです。この時に振り心地っていうのを感じてほしいんですね。振りやすいのか振りづらいのか、なんとなく自分の中で分かります。これぐらい振れてるなという感じを覚えておいてください。次に左足を前に、右足を後ろに下げてきます。そうすると T まで少し遠くなってしまう感じがあるので、その分ちょっと近づきます。 T に当たりそうな距離まで近づいてください。この両足を揃えた状態から後ろに下げて T に近寄るという形ですね。イメージは左足の一本打ち、右のかかとは少し浮かした形でいきましょう。足の位置をただ後ろにするだけ。
そしてここからまた素振りをしていきます。この時の振り心地覚えておいてください。次に右足を前にして左足を後ろにします。また同じようにしっかりとスイングしていきます。よいしょ、というふうにやっていきます。今私が最後右足を前にした時に少し振った後にふらついたのはご覧いただけましたでしょうか。私の場合は右足を前にするとちょっと振りづらいんですね。両足、左足を前にした時は比較的まあまあ振りやすかったなっていう感想があります。なので私の軸テストの結果としては真ん中かやや左の方で軸があるのかなというふうに分かります。もしあなたが真ん中より右の方が振りやすかったなっていうことであれば真ん中よりも右側、いやいや右足も真ん中もちょっと振りづらかったよ、左足の方が振りやすかったっていうことは結構左の軸で振っていく感じになっていきます。これに加えて右と左の軸プラス前なのか後ろなのかというのも判断していただきたいです。この前後の軸テストに関しましてはしっかりつま先寄りなのかかかと寄りなのかそれを判断していきたいので今足元に 3,4 センチぐらいの高さのあるものを持ってきました。もしあなたが軸テストを行う場合にはバスタオルか何かをぐるぐるぐるっと丸めていただいて厚みを作っていただいてそれを踏むようにしてください。ただ踏むといってもかかとの位置を上げることが目的でつま先で立ってる感覚っていうのが非常になります。逆の場合もつま先を乗せていますがつま先で乗るのではなくてかかとで立ってる感覚が必要になります。地面についてる側つま先なのかかかと側なのかでしっかり立っていきましょう。それではまずつま先の方から立っていきます。かかとは触ってはいますがかかとに体重をかけてるんじゃなくて上がってるだけです。この位置のまま素振りをしていきます。次につま先を乗せてかかとで立ってる形ですね。ちょっとTまで遠くなりますので少し近寄せます。というふうにやっていきます。私の場合はこのようにかかとにバランスを持ってきた時の方が振りやすくなっております。ですので全体的に軸はやや真ん中から左、前後の軸はかかと寄りというふうになってきます。こういった自分が動きやすいポイントを知っているだけで全然変わってきますね。ぜひこの軸テストしっかり行ってみてください。3つ目はペコテストになります。ペコテストとはクラブをペコのように動かせるかということですね。まずいつも通り握っていただいてこのようにクラブを持ってください。でここでクラブをこのように動かしていきます。この動きがもうスムーズにできるのであればあなたのグリップはそのままで構いません。もししづらい、クラブがなんか回っちゃってる、こういったことがありましたらグリップを見直していった方がいいです。まず手の握る位置なんですがもしあなたが手のひらで握っていて手のひらで握っていてもうまくこのようにテコの動きができているのであればそのままでは構わないんですがもしうまくいってない方で手のひらで握っている場合指で握ることをおすすめします。指で握った方が私自身もそうなんですがテコの動きがしやすいのとクラブヘッドの右回りの動きをしやすいというのが指で握った方が感覚としてあるんですね。ですので指で握ること、これをやってみてください。逆に指で握ってる方が今現状このテコの動きがしづらいとかクラブヘッドが右回りしてないしづらいということでありましたら指で握るのではなくて
手のひらで握るようにしてみてもいいかもしれません。このテコの動きやクラブの右回りをしやすい握りをここで作っていきましょう。いろんな握りを試してこのテコの動きちゃんとできるようにやっていきます。4つ目のポイントは、最下点をボールの手前にイメージしていきます。5つ目のポイントは、構えた時にフェースはスクエアもしくはややオープンで構えるようにします。6つ目は、打つための準備の素振りをします。まず水平で素振りをしていきますが、この素振りの仕方として大事なポイントがいくつかあります。まずグリップは引いて引く、引いて引く、次にグリップを回さないで直線的に動かす。シャフトが寝たものが起きる、寝たものが起きる。シャフトを3回しならせる。1、2、3、1、2、3。そしてテコの動き、フェースがくるっと回ったりしてはいないか、テコ。そしてバックスイングで肩は90度回っている、バックスイングで90度。そのバックスイングを90度回した時に肘が引けていない、このような動きではなくて、しっかり体の前に右肘が位置している、これが重要です。これらのポイントに注意をしながら、まず水平で素振りをします。これがしっかりとできてきたら、少し下げた位置でまた素振りをします。それではこれらのポイントにチェックをしながら、素振りを水平で行い、中間で行い、それでも正しくできていたらボールを打ってみます。ここでスタンスなのですが、足の位置ですね、軸テストの結果、体が左側もしくは真ん中の方が振りやすかった方はややクローズにします。その方がしっかりと強く振れるんですね。強く振っても体がフラフラしづらいのがこのポジションなので、クローズにした方が良くなってきます。またクローズなので体も回しやすく、バックスイングも引きやすいというふうになっています。もしあなたが軸テストの結果右側の方が振りやすければ、あなたはまっすぐのスクエアスタンスで構えるようにしてください。私は軸テストの結果、真ん中よりもちょっと左側の方が振りやすかったので、ややクローズにしていきます。そしてボールに一度合わせたら水平に上げていただいて、ここで先ほどのチェックポイント気をつけながら素振りをしていきます。3回ぐらいやったら中間の位置で、また3回、これができたらボールに構えて打ちます。これを繰り返しやっていきます。水平で行って、中間で行って、この時目線はなるべくボールの方をしっかり向いているようにしましょう。それでできたら打っていきます。このように練習をしていただきたいです。この練習もいざ打つ時にやはりスイングが変わってしまう方っていうのはいらっしゃいます。打つ時の映像を見ながら、自分は素振りの時にどういう意識で素振りをしたらいいか、
自分の癖を修正するために大げさにやってみるのも一つだと思います。この3クォーターショットがちゃんとできてるかのどうかの判断は飛距離で分かってきます。ヘッドスピードを ×6、 練習場ですと ×5.4 ぐらいの数字を知っていただきたいです。なので簡単に測れる計測器だったり、練習場でヘッドスピードが出る機械っていうのがありましたら、それを参考にしていただきたいと思います。また先ほどお伝えしたその ×6 の飛距離とかっていうのはランも含めて大体それぐらいの数値が出るかなということになってきますので、キャリーだけでもし止まってしまうのであれば少し短く感じる可能性はあるかと思います。ランも含めての距離になっております。そのポイントも覚えておいてください。この動画がいいと思ったらいいねボタンお願いします。ここまでできているのであれば、いよいよフルショットにつなげていただきたいと思います。フルショットする時の大事なポイントっていうのが、まず素振りでは3クォーターで構いません。中間も3クォーターでいきます。いよいよ打つ時はしっかり打とうとする分、スイングが大きくなってくるというのがポイントになっています。なので自分の意識としては大きく振ろうとか早く振ろうということではなくて、しっかりとバチーンと強く叩くっていうようなイメージを持っていただいた方が私自身いいかなと感じております。ここもこの言葉や意識の持ち方次第でうまくいく人といかない人の差も出てくると思います。自分なりのいい言葉見つけてみてください。私はしっかりボールに対してクラブヘッドバチーンとぶつけていこうと思います。それでは水平で3クォーターの動きの確認、中間で確認をして、思いっきり叩いてみました。といった結果、今みたいにクラブの勢いがあってぐるっと回っていって結果的にフルショットになっているっていうのが私の中では理想です。やはりフィニッシュまで行こうとするとどうしてもインパクトを飛ばして終わりまで行こうとしちゃって、起き上がりとか悪い動きしている方、そういった方はレッスンでも多く見られます。何が重要か、力強いショットを打つことが重要で、しっかりといいスイングができてるから結果的に形も綺麗だし飛んでいくし曲がらないし、そういうのができてるといいと思います。もしこういった感じで結構ちゃんと振れてるのに ×6 の飛距離が出てない、これは何でだろうっていう方がたまに出てくるんですよ。でこういった方たちの中でぜひ注目ポイントとしてスピン量を見てほしいんですけれども、もしあなたのスピン量が多すぎてしまって上にボールが上がって落ちてからもあまり転がってないとかすぐ止まっちゃうという方はドライバーの見直しをします。このクラブロフトを今の状態よりも少し立ててあげる、数字で言うと例えば10度を使っている人だったら9度にしてあげるとか、そういうふうに数字を減らしてあげるとスピン量というのが減らすことができて前に飛ばすボールが打てます。逆にボールが早く落ちてしまって転がりは多いんだけれどもボールがあんまり上がらないんだよねっていう方は、このロフトを例えば9度のものだったら10度、10度のものだったら11度というふうにロフトを増やしてあげることをお勧めします。クラブが合ってない可能性があるんですね。なんかうまくタイミングが合わないという方はぜひクラブシャフトの見直しをしてほしいです。クラブシャフトが硬すぎるとタイミングが取りづらいという方が非常に多いです。特に硬い方の中でアーリーリリースという動きをしてしまっている方も多く見られますので、なんかタイミング取りづらいな、変な動きしちゃってるなと思う方は一度柔らかいクラブも試してみてください。10万人達成した時には関東関西で無料レッスン会を行います。というわけで非常に長い動画になってました。ただこの動画にはこの時間が長い分ちゃんとゴルフが上手くなってほしいという思いを込めて、私が考えているゴルフ理論っていうのをこの動画に入れさせていただきました。ぜひ何度も何度も見ていただいて、知識とともに正しい動きができてるかセルフチェックをしてみてください。
もう上手くなるためにはこのポイントしかないです。またどうしても自分一人のチェックでは限界があるなと感じることも多いと思います。そういう時はぜひ私にチェックをさせてください。私のチャンネルは2023年1月現在で9万1000人を超えたぐらいのチャンネルになっております。10万人達成できた時には関東関西で無料レッスン会を行う予定です。ぜひその時にあの動画のこれを見たんだけどなかなかうまくいかないよなんていう声を持って参加していただけたら、あ、ここがいい動きになってませんね、ぜひこういうふうにやっていきましょうなんていうアドバイスもできます。今その無料レッスン会に向かって頑張ってる最中です。ぜひあなたもチャンネル登録よろしくお願いいたします。